どうもかげやんです今日はですね、えー、潜在意識を味方につけるにはということについてお話ししたいと思います、えー、人間の、えー、意識の中にですねその健在意識っていう自分で分かっているこう意識して意識できるものと潜在意識とか無意識とかこう宇宙意識とかいろいろ言うんですけどもその自分で意識してないけどこう自分のこう中で えー、動いている考えているというかその意識している無意識の間にですねあの意識しているものというかそういうものがあるんですけどもそれは自分でコントロールできるものではないんですけどもそれがね、えー、何ですかね95%がそれ潜在意識で潜在意識って、あのー、いろんな意識がありますけどそれを含めて潜在意識と表現したとしてですね。でその 自分が意意意識識識できる意識潜在意識っていうのは5%これはっきりした数字じゃないんで大体で言ってますけどもそれぐらいではほとんどがそのあの潜在意識ですねその意識できない領域の部分で自分のそのなんかこう感情であったり考え方であったりとかそういうものがこう作り出されるというか。 えー、そこにコントロールされてるっていうところがあるんですね。それをにコントロールされてるのがその自分であったりするんですけども、そのね潜在意識がですね、えー、自分に味方してるなと僕が先日ちょっと感じることがあったんですね。そのものの捉え方というかそういうことであったりとか、そこからこう例えばちょっと嫌なことというかちょっと自分にとってはあまり良くないマイナスのことがこう目の前に起きてですね。 それを前やった影響を受けて引きずる可能,可能性があるものがすっとこう切り替わったりとかですねそのほんでいい方向へ持っていくようにもう何も無理してこう積極的に考えるとかいうことでやるんじゃなくてですねもう自然とそういう形になっているということをいろいろこう感じることが最近あってですねでこれはね自分の潜在意識が完全に味方してるなと完全な味方やなと。大体その あの基本的には味方やとは思うんですけどもそれを意識できることがあったんですよね。でなんで僕はこういう何て言うんですかそういう意識が味方してるように感じることができたんかなとかえそうなっていってるんかなと思ったらですねえー、とですねそれはねあの感情であるとかですね、えー、知恵とかですねで、まあ、思考であったりとか。 で習慣であったりとかそういうのをね、えー、バージョンアップをし続けたというかそれを繰り返したんですね。それそれの そののつぐらいのことをですねどん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 ,どんその毎日毎日バージョンアップその繰り返し繰り返しバージョンアップしていったとそれを大体半年ぐらいこう続けたんですね。もともとその独立してからいろいろその勉強はしてたんですけどこう浮き沈みというか自分の中でいろんなこう上下があったんですけどもそれがえ半年以上ちょっと前今年入ったぐらいからそのバージョンアップをこうずっとこう繰り返しね 頭の中にこう入れ続けたというかほんで自分でアウトプットもしたしほんで自分で頭の中で考えるその思考で部分で感情の部分もより良くしてより良いように持っていくようにこう考えていったりとかそのなんか知識を入れたりとか。 知恵であったり知識と経験をこう重ねていったりとかですねほんで習慣もその自分でいいようにいいようにってバージョンアップしていったそれを繰り返すことによってですねだからそれが半年ですね、うん、ずっと繰り返していい状態を保ちつつそのちょっと下がる状態もありながらですねもう一回上げていってっていうずっとこうだからこうどういうんですか斜めに。 ジグザグしてちょっとこうなっていくんだけど斜めちょっとちょっとずつ上がっていく状態をこう作り上げていって今もなおずっとこう繰り返していくんですこれからもずっとやっていくんですけどもそういうことをすることによってですね、えー、潜在意識がね完全にいい状態にこうなるようになってきてるんじゃないかなと。えー、たまにねここうううだかから最近はもうなんかこう すごく落ち込んだり凹むっていうことよりもですね、そういうことが起きたときにですね、一旦ちょっとこう揺れることもあるんですけども、だん普通に何もこう無理して考えでもその普通の。 高い状態に戻ってきてきですねそこからまた上,へ上がっってていいいいくという、えー、そういうそ感じになっているんですねでこうなるとですねどん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 こう加速がついてくるというかそのいい状態を保つことができるということになるんでですね、えー、これをねだから潜在意識が自分の味方になっている状態っていうのを作り出せるとですねある程度のことはこうできるようになるんじゃないかなということで,でやっと うん、考えますねというふうに感じるというかそういうことですねでんそのその中の一つというかそれをね、えー、やるために最初、えー、自分が、えー、やってきたというか何でこうなっていったんかなって考えるとやっぱり、えー、内観していたんですよね。で内観すすするるるこここことととにによよってででねね自、えー、自分分をを知ることにななんんの、ね、のそのいろんなことをこう こうなぜこう例えばこの時こういう風に感情が、えー、動いたのはなぜ自分がそういう感情が動いたのか何がきっかけでとかどういうことが理由でとかそういうことをこう一時確認していってたらいろいろ分かるようになったら、えー、自分をね コントロールすることが結構ある程度ですけども、えー、最初はちょっとちっさ,さいもんやったんですけどもコントロールが普通にできるようになってくるんですね。でコントロールができるようになってくると、えー、そっからこういろんな感情であったり、えー、思考であったりとか、えー、そうですね。 あの習慣であったりとかそういうことがこうバージョンアップをできるような状態になっていくだからまずは内観することですね内観して自分をコントロールできるように自分をしっかりこうコントロールできるようになったらいろんなことができるんでですねまずそこそこですねそこへこう持っていくとそこへ意識を持っていく。でその そうですねそういうことを、えー、していったらいい,いいんじゃないかというかその僕はそういうふうにこう半年以上経って今そういう状態になってるっていうのはそういうそのですねまず内観したことが始まりやったということですね。で内観するきっかけっていうのがその体づくりですね、えー、体の使い方ですね正し,いただ正しいというかそういう、えー、体を作っていく。 えー、その過程の中でそういうういことを、えー、考えるようになったその内観するようになった内観せざるを得ないというか内観しないとですねその自分の体がどう動いてるかとかいうのをね、えー、その客観的に見ることができ、えー、自分で見てるんで客観そこで客観的ではないかもしれないんですけどもある程度そのしっかりとそのできたふうじゃなくてですね、えー、できてるんかできてへん今できてへんここどこまでできてへんとかいろいろそういうのをこう、えー、考えていくというか。あの 自分の中でこう感じていく自分の体の感性を高めていく状態をやっていかなあかんのはもう内観は絶対必要なんでねそういうことからいろいろ自分がこう進化していく進化していったとでこれからも進化していくという状態を作っていけるんじゃないかなというふうに思っております。ということで今日は潜在意識を味方につけるには。 ということについてお話しさせていただきました。では、今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。